はい、今回のゲストの皆さんには事前にアンケートであれこれ伺っているので紹介していきましょう。はい、はいはい、まずはこの質問どうぞ。ベリーズ工房のメンバーはどんな人か教えて。はい、俺だってさ、この3人以外まだ会ってないから。そうですよね、まだ気になりますよね。だから何度も言ってんのよ、菅谷さんとか来ないの、ね、ずっと言ってん、うん、まだ前回来てくれなかった、熊井ちゃん来てくれたから、まだ俺の気持ちはまだね救われるよ。まだね、うん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 、なんでガニをさ、なんでですか、なぜガニシフトにしてるのか分かんない。いや、私はもう家飲み担当なんですよ。いや、もうそれはやめようよ、誰も決めてないもんだって。私のファンの方と家族は唯一これを楽しみにしています。お願いです、家飲みです。重いよ、重い。家族出してくるの、いや、それ卑怯。家族出してくるの卑怯。やだ、なんか、ね、ファンの人はいいよ、家族出してくるのは心象に訴えてくるの、ずるいと思う。俺だって家族の話されたら、おーってなるもん。おやだもん。はい、その答えがこちらです。あ、ももちさんの遅刻した時の許してにゃんにムカつく、うん、ああ福永さん、はい、まあでもそうだよな、そうなんです、普段から、あれ、あれ、常時使ってんの、常時って何ですか、テレビでさ、常時常にという。何ここで北島ファミリーの話俺がしようと思ったことある。ねえ常時って違うじゃん。なんてのお前、そう、隣で生放送ちょこお前、何やってんのお前。はい、いいよ、じゃあもう、ね、いや、じゃあ、いや、嘘で、はい、なんでヘリーいるの。あとで、ありがとう、ごめんごめん、ちょっとアフロアメリカ入っちゃったけど。だからジョージね、あ、ジョージじゃないよあれ。違う、ジョージマイケル、それゲイの方だから。違う、あのね、常にっていう、あ、常に、うん、常に常に許してニャンです。そうなんだ、はい、3代目ジョージじゃないよ。さっきのジョージじゃない。あのね、いやだから、あのほらテレビ用だと思ってたわけ、てっきりテレビ用のジョージのとこ、うん、なんかそのジョージじゃない、テレビ用のジョージじゃない。だからテレビだからカメラ回ってないと許してねって言わないタイプみたいなあるじゃん、うん、なんかこうゲイの一つになってて、うん、いっちゃけっしゃいみたいなやつ。じゃあこれもう普段もそのままです、うん、普段から洋服も真っピンク、うん、あ、なんか物も全部ピンク、あのさ、ここのところのそのツインテールあるじゃない、はい、あれが妙にこう膨れてるじゃない。あれ気になりますよね、どうなっていくか。気になるよね、私も本当気になります。コスプレとして、コスプレとして、はい、レイヤーズとしてすごい気になったんですよ。だってさ、なんかさ、長さはそんなにないじゃん、もとより、はい、うん、まだはそんなにないのに、ここにね、こう根っこからこう、そうなんですよ、水牛みたいになってる。あ、水牛みたいな、そうです。あれ気になる、あれ中って下掛けとか入れてんのかな、どういう状態で作ってんの。まあ、本人曰く夢と希望で固めてるらしいですよ。細川たかしさんと同じやつでしょ、ただスプレーでやってるでしょ。それはもうご想像にお任せしてるみたいですよ。へえ、ちょっと気になりましたね、本当私も気になってたんだよね。はい、あの砂漠地帯に出てくるモンスターみたいな。やだ。ね、角ばっかりあるとこう折れてね、後でね報酬に返ってくるタイプ。はい、その他の答えが、レンス系のね。ディアブロね、ディアブロっぽい。そう、はい、はい、その他の答えがこちら。はい、はい、まあ、これです、ももちさんのももち結びが撮影の時ぶっちゃけ邪魔。あ、そうなんですよ、なんかこうジャケット撮影とかでやっぱ集合写真があるんですけど、うんうん、そう、幅取るもんな。そうなんです、うん、カメラマンさんに寄ってくださいって言われて、うん、寄ったらももち結びがあって寄れなかったんですよ。そしたら熊井ちゃんもっと寄ってってすごい言われて、いやでもももち結びあって触れたら怒られるだよね、うん、あ、やっぱ触れたら怒られるの。眉毛の前髪と同じ方式になってるんだ。あー、なるほどね、もう場所取るんです、すんごい。あれさ、本当にウルトラの母と同じ幅を、いや、やだ、取ります。ね、ワイプで出してあげてほしい、ウルトラの、この知らない世代のみんなに、ウルトラの母がどんな、ほぼ同じ形状だもんね。そうですね、ウルトラの、ウルトラ、はい、ここにくっついてますもんね、そうだよね、母ここにくっついて。いや、でもさ、でも考えてみたらさ、あれ、本当に周りのみんなに迷惑かけてるよね。まださ、うん、逆に熊井さんとかはさ、まあ
高さがあるからどのなんていうかな高さを利用したヘーベルハウスみたいなパターン、同じ敷地内でフロアを変えることで段差を使って敷地面積を増やすみたいな、ね、ヘーベルハウス方式だからいけるけど、ここで清水さんとかさ、はい、あたりとかさガチで当たるじゃん、本当に顔にぶつかって横幅じゃん、はい、下手したらここら辺にあるじゃん、はい、あれ邪魔だよね、しかも買える気ないらしいですし本人そうなんだ、ずっとこれでいくらしいです。 あれちなみにあの桃地結びが始まったあたりどれぐらいなの、最初俺知ってるっていうかさ、はい、まだ本当に なんていうかベリーズもそうだけども本当にそのあのハロプロエッグぐらいっていうかまだちっちゃい頃なんていうのまだまだキッズ、はい、キッズか、はい、キッズの頃だっけ、はい、あの頃とかまだ全然こうほらなんかまだ個性もさ、はい、これからって感じだったから、うん、その時はなかったわけじゃん、はい、当然いきなりここからディアブロスでスタートするわけじゃない、はい、エリアに入ったらいきなりディアブロスこうなってるわけじゃないじゃんまあ、ね、キャラをね確立されてって、はい、なったらあれいつぐらいからの気がついたのなんか最初はすごいなんかバサッてしました、うん、あ2つ結びなんかどんどん進化してって、うん、今があるみたいな、なるほどなるほど、はい、あ変だからなるほどね、携帯もなる程度変わってった上げくにこうなってたんだ、うん、そうなんです、クオリティがクオリティが高くなっていくどんどん、はい、そうなんだ、いやでもなんか変化を見てみたいね、並べてみたくなるね、そうですね、うん、そうそうそうね、はい、はい、他にもありますか、はい、その他の答えがこちらです、はい、夏焼きみやびさん、夏焼きみやびさん、はい、あ、いや、名字すごい珍しいですよね、そうですね、この人、本当に前にパラサイトして生きてるからほんなんいろんなものからさ、ぼんやりして生きてるわけ、漢字全然読めない、漢字読めないで有名で、ちょっともう一回、夏焼きさんは何だって、夏焼きみやびさんは、はい、自分が残した食べ物を美味しいよと人に食べさせてる、わかるわかる、いるいるよね、残すのはもったいないと思ってるみたいで、ああめっちゃこれ美味しいから食べてみなみたいな、あいや食べれないだけでしょみたいな、で美味しいだったらだとしたらさ、頼んだ時に最初に分けてほしいよね、はいはいはい、事前にくれてるなら、そうそう、事前にくれてる、箸つけてなくてだったら分かるじゃん、すごい食べる気にもなるんですけど、そうそうそう、 ありがとうって素直に受け取れるじゃん結構食った後に残り2口ぐらいの時にいろんなみたいな、美味しいよ、いらねえよそんなもん、あるもんな、はい、それが多いんですよね、ちなみに夏焼きさんでいくつぐらいなんだっけ、21です、あ、ガニと一緒か、はい、19で誰なのじゃ、リサ子です、菅谷リサ子ちゃんです、はい、あの子がまだ10、一番年下です、はい、そうかそうなのか、はい、じゃあ、9つだったってこと、9つです、はい、すごい、だってでも妙に最初から色気なかったか、あの子、はい、ありましたね、本当になんかね、うん、変なね、変な変な清水さん最初本当クソアニメだったもんねいやでも本当にその通りだよね、はい、いやだからどこの少年みたいな感じ、そうだから菅谷さんってそうだ、あの時9つとか10歳とかだったんだ、はい、うわすげえなです、ね、本当に妙に変な色気あったもんね、すごい大人っぽかった、そう、うん、ガニとかさ清水さんとかさひどい、もうなんか青っぱらされてるみたいな平成でっていうぐらい平成でこの世にそんなに翡翠みたいな色の鼻くそ鼻くそはついてない、本当中国の骨董品みたいな青っぱら垂れてるぐらいだったじゃん、でも否定できないでしょ、できないです、わかるよね、いやすごかったもんな、はい、はいはい、その他の答えがこちらです、はい、熊井ゆりなさんは本音を言わない、言ってますよ、あら熊井ちゃん、そうなんかすごい控えめなんですよ、うん、いや本当になんかさ普通さやっぱ本来だったらこれってモデルさんとかさ、いろんなところに行かせる、うんうんうん、いろんな長所があるにもかかわらず、うん、まあハロプロにいるおかげでその長所を全く生かされずに消してしまったそうじゃない、ね、まあ、モデルさんもねできます、いやそうなのよ、うんうん、まあ結果だからほらモーニングにいたあの子誰だったっけ、キャンキャン行った子、あ、くすみごはん、あ、そうそう、ああいうパターンでもうハロープロ卒業しますで、うん、なんとか金繰り捨てて一回そのアイドル路線を一回腐食してアイドルならそのモデルさんに行くみたいなパターンはあるけど、今はもうベリーズでいる以上はもう本当に見切れたりとか、うん、ねするぐらいでさ、もったいないですね、いやもう本当にね、なんか使い方がね、みんなこうだってね、やっぱりこうなんか
やっぱアイドルってちょっとこう身近な部分でもあるからなんかね、うん、はい、男の男性からすると比較的ちょっと見下ろしたいなみたいな感じだと思うんだ、うんうんうん、はい、私いつも、はい、襲われるんだ、うん、あとかでもさなんかね、やっぱりこうどうしてもこうなっちゃうもんね。そうですね、見下ろしてますね、皆さんのこと。その分やっぱ控えめだからこうなるだけ小さくなりたいと思ってこうかがんでこう握手会とかしてる感じが見えるわけ。あ、まあまあ、目線が上にならないようにっていう、うん、そうそうそう。でもそれは当たってるかもしれないです。あ、でしょ、前よりは気にしなくなったんですけど、うん、あの今もう13センチとかヒール履くようになったんですけど。ああ、そうだね、まだまだね、はい、いやだから最初ビデオとかさ、うん、見てて本当に一人だけぺっちゃんこなのなんかね、大中で売ってるあのね、カーフーシューズみたいなやつ昔のフィメテラよく履いてたやつあれ履いてぺっちゃんこのやつね、はい、フラットシューズっていうんですか、はい、そんなばっかだったもん、一、はい、人だけ履かされたもんね、はい、いやそれ考えたらねいやもうね、でも今その高いヒール履く、いやでも こういう風に使うべきよ、本当の、本当この、うん、この、うん、すごい、生かすべきです、うん、生かすべき、うん、いやね、そう、うん、だよな、本当羨ましいです、本当はこうなりたかったもんな、本当になりたかった、だってベリーズ全員これになってたらまたほら違ってさ、すごいですね、きっと少女時代じゃないけど、ああいう方法でいけたのに、一、うん、人カニ入ってる、いや、なんでですか、ね、いやでもお前はお前で逆に大きくならなくてよかったよ。なんでですか、タラババにいたじゃん、ただのタラバでしょ、だってまあ確かにタラババによりは高足がみたいな、すごい、職人の鮮やかな、すごいよ、だって確かに、まあ、平気ガニの方が良かったな、まだ良かった、小ぶりだからいいよ、可愛いね、おー、上海ガニとか平気ガニの方が全然いいよ、はい、いや、いいわと思って、いやでもなんか高くなりたかった、やっぱこうどんどんほら越されていくわけじゃん、はい、最初さ同じような感じでね、入ってきててさ、生きててのもさ、気がついたらどんどんいくつぐらいからだっけ高くなったの、高校生ぐらいだったっけ、中学校ですね、中学生ぐらいだね、ぐいぐい伸びるわけじゃん、もうそれこそあの伸び方ってあったらさ、日増しにじゃん、じゃあレッスンですって集まったりとかすると今日高くなるんだなって言ってます、どんどんあれなんか、うん、だよね、髪上げてんだけどみたいな、だよね、でも逆に本人は悩んだよね、悩みましたね、だよね、だって性格的にだからもう控えめな感じが顔に出てるのに、うん、どんどん背だけでかくなる自分的にはね、ね、そうだよ、あんまり前に出るタイプじゃないもんね、そうですね、ガツガツあんまりいかないですね、いやでもすごい、そういう意味でね、なんか、うん、その身長ね、なんかうまくもっと利用してほしいよね、はい、そうですね、なんかね、もう3メートルいく勢いで、いや、本当にこう、だって今もう176じゃないでしょ、いや、そうですよ、公式それですもん、いや、公式それですよ、分かって、今のところ直近で測っていくぜ、8いった、176です違うじゃん、そんなわけないじゃん、180まで足すの、きっと、うん、ハロープロジェクトにいるから余計大きく見えるんですよ、違うよ、違うよ、また伸びたかなと思ったの80は言ってない、言ってないです、でも限りなく近いくらい来てるじゃん、なんでそんな攻めるんですか、しのけない、いやもう行こうよ、行くなら行こうよ、目標は、うん、目標は3メートルにします、いやそうだよ、はい、もうすごい、今からでもだからココアとかさ、ほんこれもさココアじゃなくてさ、あのほらあるじゃん、あの何ですか、ぐんぐん伸びるじゃん、あ、ぐんぐん伸びる、手が伸びるやつ、そうそう、あんなのに毎日変えてもっともっと行こうよ、でも牛乳苦手なんですよ、牛乳嫌いなんですよ、何で言ったんだろうな、セノビック、そうそうセノビックそうそう、ヒストリーチャンネル見てたらセノビックの朝 CM 入るんだよそうそうそう、ああいうのとか飲んでもっと伸ばそうと思えばいいのに、もうずっといる間とかさ、足からこうぶら下がってこういうとことかさあるじゃん、なんかね、あ、ぶら下がり機ですか、そうそうそう、ああいうのとかもあのあれは手、ダメよ、手行くとオランウータみたいな感じだ足から行かなきゃダメ、足ね、いやなんか行ってほしいな、持って行くならね、ね、そうですよね、よハロプロ一高いっていうかさ、アイドル界で本当にてっぺん目指すっていうのさ、うん、絶対行ける、それ売りになるじゃん、そうですね、他の並びの今のとこだってこう、まあ数々、まあ、今いらっしゃいますけど、うん、はい、今のとこ一番高くないと思います、うん、アイドルって言ってる中だと、そうですね、はい、だよね、他なんかいるかな、いやアイドリングのルーリーとかそんなそこでもないのか、ルーリーと
あのこの間一緒にお仕事させてもらったんですけど、うん、私の方が勝ってました。あ、ほんと、はい、おー、まあ、そうなるともうあれだね、本当にてっぺんしかないよね。てっぺん、あー、目指してって、どうしようよ、いいじゃんいいじゃん。